夏になりました。どうもゆうきです。とかポインカリの鉄拳やっていきましょう。いいですねサマー。うわ干ばつや、やかましやもその冷えって。お前ティンティンプルプルしてる。みんな大変だー言うてる。情の木元からないね。もうお前働く気なくなってるから、もうストライキ起こされてるかこっち。さあここでね、まあ、僕はもう弱めませんよ。マグマグでいきますよ俺は。これが強いんですよマジで。ガイルバボン、え90何パーを避ける、そんなバカな、そんなバカなですよ。7パーを SS レア手に入れたお前、もう SSR お前バカ。はい、電車対策成立しました。ここはね、魔法元気すると思います。攻撃。ほれみーよ、な。126日とかで1タランってやつ？嘘でしょ？こっちはもう魔法元気します。ですよね。さあここですごいのが、もしかしたらブリキンがここで起きてフライで倒す可能性もなきにしもあらず。それだとしたら僕はもう完全に利用されてるのもんですね。100-3ですね。さあここのブリキンの行動をちょっと期待というか、ますかあれですね、できればちょっと お願いやめてって思ってますけど。レッキニューイテル。この時を待ってただったらブリキン相当頭いいっすよ、マジで。でも、そんなもう。鉄球くん。さあ、ちょっとブリキンの行動も期待ですね、これは。しっかりと見届けましょう、これは。シャキーンですよ。かわいいですね、後ろのあれが。あ、もうないのか。うわ、こいつやばいぞ。あー、ジジイ。払えるお金と思うんですけどね。わー、悪いやつ。まあでも、払わんかったら払わんかったでね、吸ったもんでありますんでね。さあ、ちょっとラッキーでしたね。もしブリキンがね、僕をかすめ取ろうというような行動がありうもしないなら、あ、まあ、ここはもう苦肉の攻撃ですよね。まあ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 50ふんですわ。ここはもう俺も固くいきます。固く。あーごめんよー。いやー正直ここはね、取られたと言ってもおかしくなかったですよね正直。ブリキンは硬質化でちょくちょく赤っ。はい、電車対策ずれました。ブリキンがね、もうね、前回の動画でも言った通り、その硬質化をデバ包丁、びっくりした、こんなんね、してたらね、ブリキン絶対買ってましたからね、これもう。なのにもかかわらず、まあ、降参したことによって僕が追いついちゃうっていう形になっちゃいましたね。これ結構なんか自分の中ではいいのかなっていうような、もうしょうがないですけどね、これもう。絶対ブリキン倒さないですからね、一生。力が欲しい、力、俺見よしていくから。うわ、貯金やいらん。ほら。何もな、一番いかんやん。ルパンの針金はもともともらえますからね。あそこで何ももらえないって一番きついですよね正直。うん、キキニキニ出ますわ。フライデーを利用してお前ら引っ掛け回してやると思ったが失敗しちまったぜ。やかましや、もうしばらくお前の暗い上がりがなくて俺は安心してたのに。
もうええって、うわもうこれ。まあそんなね、やり込んでるわけじゃないんでね、あそこの褒美欲しかったなっていうのは正直ないですわ。そう、みゃんみゃん言ってる。おみゃん。ネガバクボほんま力が一番いいから、すべての説が2か3アップしますんで、UFO に連れ去れるか。あか。すべてのステータスをアップさせるのが UFO に連れ去れるだけやったんですかね。あとなんかブラックジャックみたいな、なんか肉体改造ついた。やばい。やべえ。ついちゃった。オッケー、自力で帰れるんか、お前。すごいね、逆に。これね、帰るのが大変なんですよね。マジで。3か。ここら辺コンピューターがね、もしかしたら落とす、もしくはワンチャンもう必殺カウンターでもう死んじゃうか。デスルーラーですよね。どっちかなんですよね。俺はここはもうしっかりと、バトル通りでいきます。魔法セーフされてもいい。もういっけーですわ。ちょ、長いんで、クリムドンします。バトル通りやっぱ演出長いっすよね、正直。脱出口がほんま欲しいですよね。むにゃーん言うてる。キキキー言うてる。あかん。はい、電車対策失礼しました。ここでね、みんな上納金が戻ってきましたんでね、これで。飲みの心臓、HP1 アップ。ああ、優しい。優しい。まあ、そうでしょうね。いや、お前買ってたから、お前。何しにここへ来たん、マジで。強いから、ここら辺の敵。マジで。犬兵士、まんまちゃん。これもそこそこ精度高かったと思いますよ。ほら、デスルーラーしたこいつすごいな。 LP、LP、RK のなんかコンボ来ましたよ。なんかもうめんどくさいから、もうとりあえず死のうぜっていう、でデビルになろうぜっていうあれが、おわお。まあ、頭ええんか悪いんかよう分からんすけど、まあ、実際問題それええっすよね、ほんとに。1、2、3。もにゃー見てる。さあ、ブリキンがね、とうとう頭についちゃいましたんで、ティッキモイーン見てる。こいつもう何がしたいんや、マジで。あ、ジャラーや。わ、お金ポイントですよ、これ。これで両イベですよね、これ。ジャラーは。さあ、ブリキンどうするか。さあ、ここで僕は一発で出たい。ほい。渋いね、13マス。出れた。うれひー。バイン様々っすよね。ミャミャン。にゃー言うてる。だからこれで僕がもう次の第3章の、アイテム屋か。じゃあアイテム屋じゃねえわ。釣られた。道具屋行ってね。武器屋とかでしっかりと、装備整えると悪さがそれパクる。そしたらそれを太刀打ちしようにもできないコンピューターたち。っていうので、俺がもうニヤニヤしながら悪さをボコボコにするっていう展開がひたすら続く。終わりですね。ドカポン怒りの鉄拳、もう勘ですわ、ほんまに。デレデデンですね。やめろよ、地味にしんどいそれ。ルパンの針金の効果をほんまを今日お届けしたいんですけど、これ土曜日っていうのを聞いた瞬間に俺もあの道具屋に行きたい。なんでやねん、もう、キューマスって。いけた。マジで嬉しい。
鑑定多分ないっすよね。ルパーの針金マジで使いたいな。まあでも回復剤いるな、置いとこうか。まあこれですよね。よし、これで次の大陸行くね。手はずも整いましたよ。ゴロゴロ、まあ、毒のままスがねもう見えてますんで、おお珍しい14。あ、じゃあ魔力はそんな高くないですね。またキーン出る、スクパーン、どんだけ動作させる。あ、2日はない、なぜマクファイやった。お、帰ってきた。見たらよう分かれやろお前。おお、すごい、これは めちゃくちゃ美味しい。全ステータス1アップはマジでうまいからな。レベル1アップしてると一緒ですからね。これはこれは甘かっぱか。第4章で必要ですね。ありゃー、この罠めんどくさいよな。本当にランダムなんですが、ここのね、宝箱というか、ルパンの針金っていうのは結局魔法の鍵いらずなんですよね。こことか、ここに行けるんですよね。で、ここは多分ルパンの針金という気がしますね。え、多分そうやったらね、マルチクリスタル、ルパンの針金という気がするんですけど、行きましょう。みんなに見せることもなく、すんなりと自分のね、自分のやるべきことをすんなりこなしていく。キュピーン出る。あれあれ出る。うわ、俺出たからな、表。に、出た。フライデーはかわしたで。7%を。あかん。にゃりん。むひー出る。許せねえ。マジで。何してんマジで。理解できん。いろいろありましたね。ウイウイの攻撃ではデンデンしなかったんですけど、デンデンの必殺でウイウイがカウンターするっていう、仲ええなと思いましたわ。いや、お前はなんか面白くなくしたんや、自分で。お前、勝ってたから、お前。勝ってたのにもかかわらず、お前が勝負を放棄したんや、もう。どういうこと、もう、本当にあれ。さあさあさあ、夏一発目のね、あれが終わりましたね、もう。これで、17周目が終わりましたか。17周目になるんか。オッケーオッケー。行きましょう。うわー、バンバン来るな。ブルッチはやめてよ。うわー、挑めなくなる悪さに。ここはね、自分で考えていかなきゃいけなくなる。毒沼がありますんでね。まあ、ここはしっかりと僕は、バインを使って、そう、ここでいけるというのを確認すれば、うわ、ここブブーですからね。なんか、なんだ。ガードプールか。自分が持ってるのが多分一番いいですよね、これ。これ、挑めないんですよね、これ。ライノマン。普通に、よいしょ、よいしょ。よいしょ。こうでいきますか。砂漠のね、敵はマジで、偏りがいけてないんで、スケルトン、ゴーレム、この2匹がマジでやばい。特にスケルトンがやばい。おー、ちょっと待って。うわ、こいつやべえ。おーい。やめろね。ナイス。ナイス。俺の弱パン、弱系が効きましたね、今。酒が。あ、いい、痛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 い。それは痛い。
ミニアリンデル、わーい、当たったにゃーって言うてるけど、どうしようもないやつやな、ほんまに。このままは黒サソリであれだろ、めちゃくちゃ飲んだろ。やっぱ残りましたね、黒サソリ。デンデンですら倒せてなかったのに、黒サソリ倒せるわけがない。うわー、もうやめてよー。マジできつい。お、ういういバチが当たりましたね。さあ、ここブリキンあれですからね、あの通常戦闘かまして契約書手に入れて、あのデビル化マジでできますからね。いらっしゃいませ。ただなまじしないですね。なんでだ。おじいちゃん、あー、かわいい。どれどれ。そう、これね、クジラの中に行くステージがあるんですよ、第4章で。そこでね、あの使いますんで。ただそこまで行けるかどうかっていう話ですよね。ここで1,2,3,4,5 ですよ。6出せば俺はカジノに行くし、2,3であればあの教会に行く。おやおや、行けましたね。さあ、ここでしっかりとね、僕はもう返されますよ。もうこれもう、あー、強い。デバ包丁ごめんよ。で、木の鎧、鋼の盾、はい、もうこれでも最強。多分このね、この大陸の装備揃えましたんで、ここで僕が悪さを倒します。いや、悪さのね、すごいですよね、マジで。仲がえウイユの攻撃に対してあのクロスソリがしっかりと防御してる。はい、来ましたよ。分かった分かった。ウリディはやめてきつい。バンネック使おう。これで僕のね、能力をもう悪さがパクるもんなら、もう絶対コンピューターはやばい。それはやばい。おーく、これあれですよ、エースコックスよ。さあ、契約書手に入るのかどうか。おー、入らなかった。そんな確率高くないんですかね。俺なんかもうバンバン手に入る気よかったんですけど。やべえのよ、これ多分自分のとこ仕掛けてますね、こいつ。さ、これでね、もう見てください、僕の能力。68の63ですよ。まあ、もちろん悪さはね、それほど強くはないんですが、この能力を悪さがパクってしまえば、残念ながら、ウイウイたちはもう太刀打ちできない。毒麻痺虚弱か。あ、でも虚弱やだな。使おう。ここの虚弱はちょっとね、利用できないですよね。スケルトンゴーレムってね、なるべく戦いたくない。これが本音。これ、もし悪さのとこ行けたら嫌やからどうしようかな。いや、置いとこう。今はもう多分何しても勝てますからね。お、5なんでこれはもしかしたら。お、強化いける。やった。毒沼のね、効果、ここ毒になるんですよね。これ見せたいけどやめておきますか。ほほほほ、こういって戻ったら毒消えてるっていうなんかあれあったんですかね、多分。あれどうやるんだったっけ。あ、見ました今。これ、毒消えたんですよ、これ。なんでって感じになりません、これ。今毒沼通ったんですよ、僕。これ。これ、やばないっすかこれ。毒が通ったっちゅうねんっていう。さあ、行きましょう。はい。いや、やめて。おい、今俺の、毒にならないバグの説明で気持ちよくなってたのに何してんねん、マジで。さあ、ここで治療しましょうか。さあ、あそこで浅瀬パチャパチャしてる間に、ちょっと僕一回、あれですね、ワープで、始まりしに行きましょう。お届け物したい。
ユーロ村にね、ちょっとお届け物しましょう。その後、たっぷりお前を可愛がってやるからよ。ワルサちゃん、やめてよ。よかった。逆にすごいな、そのコウモリに入ってる、まあ、サインにわざわざ虚弱させるっていうのが。いや、おめでとうございます。3ターンかかりましたからね。おお、身に染みてる。おすごい。どん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 言うてましたわ。さあ、ここ猛攻ですよ、本当に。うわー、ユーロ村ってどこでした、マジで。右上やったっけ、忘れましたわ。それか、お麻痺最悪やん。あ、でも合わせるか。いかなるようで参られた。あれ、虚弱だけやけど麻痺は治せないの。えぐ、これちょっときついっすよね。ほいほいほい、ここ行きましょう。ここで多分この上がユーロ村やったような気がするんですけどね。クリムゾンします。もうゴブリン相手にね、もう僕の戦闘を見せるわけにはいかない。うん、さすがにね。いかに僕のドカポン怒りの鉄拳のね、実況動画が好きとはいえ、あの戦闘を見せるわけにはいかない。どうする、お兆候、どういうこと。ちょっとある程度のルーティンができてきましたよね。なんか雑魚敵の飛ばし方を、バインいいね。あー、マンヘイデン。デビッド・リー・ロスのジャンプが。無情に捨てられる。ダメでガッツ。これきついですよね。いくらくれら使えませんからね、これ。5か6ぐらいでいけそうなんですけどね。ほい。ほい、ほい、ほい。これやっぱユーロっすよね、これ。ほい、ほい、ほい、ほい。いけ。ナイスーいけた。これは。うわ、ありがとう。いや、もう全然あげる、全然あげる。お、宝はなんでないよ、逆に。おー、もうあー、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい、今。なんで宝ないんやっちゅう。あれがね、ちょっとありましたけど、うんみゃんみゃん、うんみゃん言うてる。かわいいな、おい。え、バナめちゃくちゃ貼ってる、これ。かわいそう。あ、でも直せる。こう考えたらやっぱ麻痺きついっすよね、やっぱり。さあ、どうするか。お、でもね、次の大陸行くと思うんですけどね、これ。お、いいですね。それですよ、ウィウィ君。次で6出したら武器はいけますんで、ナイスー。暗闇が晴れた。6出せば、それなりのね、やめてぇ。痛えな、おい。ダメでガッツ。ダメでガッツ。これ、飛びからスパイス。ようやく来ましたね、ブリキの本領が。さあ、契約書探したと思いますが、さあどうですかね。おお、これはまあ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 ありですよね。さあ、ここで個人的にはよいしょ、お城もしくは教会に行って、まあ、第三章に高飛びですよね。やっぱりここにはもう必要はない。宝がね、眠ってないんですよね、なかなか。ですわね。戻りましょう。ようこそいらっしゃいました。かわいい。で、ワープですね。で、砂場で行きましょう。まあね、砂場だの雑魚敵マジで強いんで、今の僕でもね、多分ケチョンケチョンにやられる可能性大ですね、本当に。
にや、うわぁ、めっちゃファーン言ってる。サイレン鳴ってる。お、何使う？アイテム。お、3倍。行く気満々や、こいつ。毒にまみれてても行くか、こいつ。ですよね、やっぱり。素晴らしい。お金できたらやっぱ武器はいきますね、こいつら。ブロードソード。おー、これは一気にウイウイ強くなった。おお、こいつでもね、負け癖ついてますからね。手ないんすよね、こいつ。ほら。いや、お前もう、金額試合ではいっからな、これ。ダイーンって。でも絶対行く。これはごめん、マジで行く。お、これ、ダイレクトデビルか。あ、ちゃう。あ、UFO やー。これいいんですよねー。これしばらくね、連れ去られるんですけど、前世ですが2もしくは3アップするんで、レベル2アップしたのとほぼほぼ変わらんす、これ。これいいんですよねー。これデメリットなかったはずっす、多分。俺も連れ去られたいっすもん。そしたら多分自分のね、なんかいろんな言うことに、磨きがかかりますんで。ボケボケ。絶対使う。この後もアグメラいっかな、俺も。でもこれで2週間経っちゃいますね。1、2、うわ。これね。服部くんか。魔法セーフ。でも魔力ないっすよね。ワンチャン行ってみるか。ほい、ほい、ほい、ほい。ここでバトル通りのね、あれをしっかりと。魔法セーフで95は多分かわせないでしょう。さあ、ここを僕はしのがないといけない。もちろんバトル通り。25、OK。で、ここでしっかりとバトル通りかばしていく。あ、もうこれで決まりましたね。はい、飛ばします。まあ、こんなもんですわね。1600ではまあ上がらないでしょう。よし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 。まあまあ、村もね、回ってないようなもんで、まあ、デビルがね、もう荒らし回りに来るんでね。スカッキーン出る。スカポーン出る。アイテム何使う？あ、バインか。まあ、ここ多分ね、ワルサーとかいろいろ多分行くと思いますんで。お、もう、毒なろうが行くみたいな。まあでもこれね、そんなワルサー能力高くないんで、ウイウイはね、正気全然ありますね、もう。余裕やん。あ、これはわからん。ナイス。さあ、これはね、邪魔したいですね。ちょ、申し訳ないですけど。さあ、ここでブリキンですよ。あ、それ、連れ去られたんや。あはは、もう無情にも終わってしまった。この2週間、ちょっとドッと動きましたね。まあ、その、もともとの、あれでしたね。何でしたっけ。フライデーですよね。シナリオクリアからも始まって第3章開かれたんですけども、ウイウイがね、ジャラからもらったお金でしっかりと、まあ、買い物を揃えましたんで、ウイウイもね、そんなに大差ない強さになってきたんで、このままブリキンが、あとはもうデビルですよね。こちらの方に多分なって、まあ、荒らし回るっていう展開だと思いますね。いや、これでもウイウイ今の能力すごい高いんですけど、僕の能力をもし悪さがパクったら、ウイウイも多分ね、ひよって来なくなりますんで、今現在ね、意気揚々と挑んできてるだけなので、ここもね、やっぱ徐々に多分差は開いていくのかなと思いますね。まあ、しっかりと次ね、もうマグメラか、もう最悪こちこち打って、一回もウイウイマジで殺しますんで、はい。殺してお金奪ってから僕はもう、あとね、手負いの悪さをしっかりと美味しくいただきますんで、はい。これがね、僕のやり方です。大人のやり方です、それが。これが大人のやり方なんですわ。まあ、しっかりとね。しっかりと。
ほんまに続けたいんだったらね、まあここはもうちょっとね、長い目でね、ちょっと なんか多めに見るのが一番なんですけどね、赤。はい、電車対策失礼しました。まあね、多めに見るのが一番なんですけども、まあそれしてるとね、またあと僕が後々なんかめんどくさいことになりますんで、まあここはもうしっかりとね、もうライオンはね、ウサギを彼にも全力尽くすということで、しっかりと行きたいと思いますんで、うん。まあ、で、ドカポの投稿なんですけど、まあ、基本、土日とかは、ま、しっかりと投稿しようと思ってるんですけど、まあ、今回みたいになんか、何かしらね、もう、ほんま気まぐれで、なんか、ね、お昼12時の方にちょっと投稿することありますんで、ドカポに関しては基本的にはお昼12時。で、今やってるタイトルのファイナルファンタジータクティクスは、ま、晩の6時ですね、18時、こちらの方に投稿しようと思ってますんで、まあ、どちらの動画もね、お楽しみいただけたらなと思いますんで、はい。まあ、皆さん、好んで、まあ、僕の過去の動画もお楽しみいただけたらなと思いますので、はい、ぜひとも、まあ、ゆうきのゲームチャンネルよろしくということで、はい、この動画締めさせていただきたいと思います。それでは長々と失礼しました。31分。まあ、次回の動画でね、またお会いしましょう。うん。それでは。はい。結構なんかね、意外に武器買いましたよね。なんかお金ができないとやっぱその大きく動けないっていうのはあるんですけども、こういう風にトントンと動いてくれるとすごいこっちとしてもやりがいはありますんで、こうやってパパッと動いてくれると僕もね、次の章へとね、まあビビったるもんですけども進めようと思いますんで、うん、まあなるべくね長く楽しみたいと思いますんで、はい、コンピューターの方もしっかりとゴリゴリ来ていただけたらなと思いますんで、うん。